ハット P-7B とは、白鳥座の方角にある、太陽系外惑星である。スペクトル型が F6V の構成ハット P-7 を、交点しており、ホットジュピターに分類されている。ハット P-7B は、半径0.038天文単位の軌道を2.2日かけて一周、している。質量と半径はそれぞれ、木星の1.8倍と1.4倍で、 恒星から強い日射を受けるため、昼側の半球は2730系の高温に達すると考えられている。また、恒星の時点と逆方向に好転していることが明らかになっている。ハット p 7 b は2008年にハットネットによって食検出法を用いて発見された。ハット p 7 b は2009年に打ち上げられた太陽系外惑星探査機。 ケプラーの観測視野に含まれ、性能の確認も兼ねて観測が行われている。ケプラーは従来より高い精度で惑星の通過を確認し、恒星による惑星の遠平や通過、遠平外における高度変化も検出した。これによりハット p 7 b が恒星の光をよく吸収すること、昼側から夜側の半球への大気の移流が限定的であることが示された。 また、ケプラーが地球型惑星を発見するのに十分な感度を持っていることも確かめられた。なおケプラー計画は、ハット p 7 b にケプラー2ビットの別名を与えた。2009年8月13日、2つの研究チームがハット p 7 b が逆光軌道を持つことを発表した。これらはロシター効果の観測に基づいている。 前日には別のグループが初の逆光惑星ワスプ -17B を報告しており、ハット P-7B は2番目に逆光軌道が報告された惑星となった。ありがとうございます。